はい、本日はですね、僕が持っているパタゴニアを、紹介していきたいなというふうに思います。ということになってまして、僕はですね、最近洋服を買ってて、自分は何を持ってるんだと、でクローゼットの中に何があるんだということがちょっとずつ分からなくなってきてですね、これを一回のちょっと整理をするために全部紹介することで、自分の頭の中にはいはいこれはあるよね、これはないよねっていうのを整理するために撮っています。なので一応記録用としては撮ってるんですけども、もしかしたら興味ある方も見てもらえるかもということで動画を回しておりますということになってるんですが、これパッて見てもらったら分かる通りですね、パタゴニアってやっぱ色綺麗なんですよね。まあ綺麗な色ということになってて、まあこの辺からちょっと赤っぽいのがあったりとか、ちょっと白っぽくなって、あれなんか次オレンジやな、紫やなって、こういろんな色が色とりどりあるっていうのが、パタゴニアの特徴かなということで思うんですけども、こんな感じで今ざっと今持ってるのを並べてみたんですけど、そんなめちゃくちゃ多いわけではないんですけども、一旦ちょっとどれぐらい持ってるんかっていうのを、実際僕もこれ結構ほぼ全部使ってるので、使ってみて良かったとか悪かったとかっていうところも若干ちょっとだけ踏まえながら話をしていって、でその後にはちょっと、いろいろ話したいと思うんですけど、今日の流れ言いますね。今日の流れとしては一応1点ずつ紹介していって、合計7個あるので7点紹介して、でその後に次はこれ買おうと思ってるんですよねみたいな話とかして、で、もしリクエストとかあったらこれ紹介してほしいですっていうのがあったらコメント欄いただければ、それでまた考えて紹介するとは思うんですけども、まず1点ずつ紹介していって、で最後に次狙ってるのこんな感じで狙ってるんですよね、でおしまいという、流れでいきたいなというふうに思いますので、早速、1点目から紹介していきたいなと思います。はい、ではですね、まず1点目はこちらがですね、シンチラライトスナップティーということになってて、この形ってね、もういっぱいあるんですよ。フリースでもこの形あるし、なんかシャカシャカウィンドブレーカーっぽいのでもこの形、この途中までのスナップボタンのタイプあるし、でダウンタイプでもこの途中までのがあるっていうことで、全部スナップティーって名前ついてるんですね。だからもうよくわからへん人は、はいはいはいスナップティーねってドヤ顔しといたら大体全部正解ですので、そのね、頭の枕言葉あるじゃないですか、シンチラなんとかスナップティーとか、ダウンなんとかスナップティーとかっていう頭さえ言わんかったら、知ってる程度お話ができますので、とりあえずこの形はスナップティというふうに覚えていただければいいと思うんですけど、これはもうパタゴニアでも結構人気とか有名中の有名なんで、よく店員さんとかもね着てると思うんですよ。だからそんなに大して言うことないと思いますし、僕レビュー動画で散々喋ってるので、そんな大したこと言うことないんですけども、これだけに限らずパタゴニアってやっぱり年々毎年色が違うんですよね。販売してる色が違かったりして、当たりの色とかやったらほんまになんていうんですかね、ちょっと高値で取引されたりとかするんですけど、なんか毎年毎年当たりが出るっていうわけじゃなくて、何年かに1回バンと人気の色が出たり、バンと有名人が来たりしたらめっちゃ人気が出て高値で取引されたりするんですけど、そういうのがこうあるということで、最近はそんな高値で取引されてるってことないんですけども、物自体は使ってて全然悪いところとか特になくて、ほんまに定番の形なんで、多分10年後も20年後もあるんちゃうかなとかって思ったりとかしてますし、あと最悪その10年経った時に全然アウトドアのブーム終わってるとするじゃないですか、その時はもう部屋着にするんですよね。で部屋着にしてパタゴニア着てるっていうのもちょっと洒落てるじゃないですか。だからシャレシャレ父さんということで着用もできたりするので、そういった感じっていうのが、スナップティーというまず一つ目になってますね。で次いきます。で次がこちらのですね、トレントシェル 3L ジャケットということになってて、ちょっとそれぞれ全部着用していったら時間かかるので、それぞれは下の動画説明欄にレビュー動画あるので、その時に着用ちゃんとしてますので、いいかなと思うんですけども、これはですねパタゴニアの中のシェルでも結構人気のシェルになってて、これはねあんまり街中で着る人が僕あんま見たことないんですけど、登山とかではよく着られるらしいんですが、いかんせん僕は登山全然せえへんのであんまりピンとは着てないんですけど、こういったねシェルジャケットって、ここにゴアテックスってロゴが入るとめっちゃ高いんですよね、パタゴニアの場合。だからこれに関しては H2 のってパタゴニアが独自で出してる生地なんで、そんな高くなくて2万円と消費税ぐらいで買えたと思うんですけど、本当に最低限の機能が備わってるので、雨とかでももちろん使えるし、風でも使えるし、機能性はバッチリやとは思うんですけども、僕ねこれだけ唯一あんま着てないんですよね。だから正直これについてあんま喋ること実はないんですよ。だから 色が派手ですよねぐらいで終わり、それ以上の会話は特にないということになっているので、おいおいねこれから着ていけばいろいろ分かるとは思うんですけど、今のところこう着るものがちょっと多くて、これなかなか着れてないということになっているので、着ればいずれ分かるでしょうということで、これは次もう次に行きたいなと思います。では次はこちらのですね P6 ロゴ T ということになってて、これに関しては半袖バージョンで着用してというか購入以前したんですけど、長袖とかもあるんですよね。でパーカーというかスウェットとかもあったりするんですけど、長袖なんかにしたらもうほぼこれと素材とか別に一緒やから、喋ることないじゃないですか。だからもう長袖は買わんでいいわと思って、半袖だけ持ってるんですけど、こうやってねバックプリントだけ見たりしたら結構映える感じじゃないですか。なんかいかにもこうインスタとかでありそうな感じだと思うんですけど、着てる本人はねこの前しか見えてない
ないから全然倍でも何でもないんですよ。こうやってパッと見てもパタゴニアって肩のここの胸のところしか入ってないし、まあそんなに倍でも何でもないけど、後ろから見てる人からしたらパタゴニアのロゴで映えてるなっていう感じで、これ結構ねまあまあ着てるので色が若干汗てきてますね。まあこの辺もこれはこれでかっこいいとは思うんですけど、まあ至って普通の T シャツ、それ以上でもそれ以下でもないというような感じの T シャツかなと思います。普通に洗濯もできるし、普通に汗かいてもいいし、別にそんなに気にせんでもいいしみたいな普通の T シャツですね。では次4点目がですね、こちらのレトロ X というジャケットになってるんですけども、まあ、これに関してはもう説明不要ですよね。てかもう全部に対して説明不要なんですけど、まあ、これもね人気のジャケットで昔からあるので、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、これもまあ最近ちょくちょくは着てるんですけども、最初レビュー動画の時には言ってなかったデメリットっていうのに気づいたんですよね。それが何かっていうと、機能性とかはめちゃくちゃいいし、まあ、別にそんなシルエットとかも悪いなとは思わないんですけど、これようよう考えたら着れるシーズン結構短いなと思って、っていうのもなんでかって言ったら、例えばもうちょっとしたら本格的に寒くなったら、真冬になったら多分これ着ないと思うんですよね。多分ダウンジャケットを着出すと思うので、まあ12月の終わりぐらいからはちょっとレトロ X の出番が減ってきて、12月ぐらいからちょっと減ってくるんかなみたいな感じで、1月やったらほぼ着いひんのちゃうかなと思ったりしたら、結局これ着るのって10月11月、まあ長くて12月、てか10月もちょっと暑いじゃないですかって考えたら、長くても3ヶ月なんですよねって考えたら結構短いなと思って、やっぱ春先とか次2月3月かってちょっと暖かくなってくると思うんですけど、春先にフリースってちょっと季節感若干ちゃうと思うんですよね。で春先っていうとこういうシャカシャカした、さっきのトレントしてるジャケットとかやったらまあまあまあわかると思うんですけど、フリースはちょっと春には僕もこりたくはないですわっていう方多いと思うので、って考えたらこれ秋しか着れないんですよ。というところで結構時期が短いというか、なかなかそんなに長く着れないっていうところで、まあ、その辺は着用してみてわかったというか、これ着ててようよう考えたらこれもうちょっとしたら寒なったらダウンやなとか、で春なったら着るんっていうか、春になったら着いひんわと思ったんで、これ意外とレトロ X はめちゃくちゃいいんですけど、まあそんなに着れる時期は長くないんやなというふうには思いますね。でなおかつ結構本格的に寒くなってきた11月とかぐらいにはもう完売してたりとか、もうサイズが欠けてたりするので欲しい時にいない。でしかも満を持して夏頃に買っといて、よっしゃ今年こそは着れるぞと思っても、ようよう考えたら10、11、12でおしまいということになっているので、そんなに長くないっていうところが、まあ、若干のデメリットかなというふうには思います。で最後がですね、5、6、7点目もう3着同時に紹介するんですけど、これはバギーズショーツですね。まあこれはちょっと夏場に使うショーツになってるんですけど、まあパタゴニアの、代表的なアイテムにはなってるとは思うんですけど、ちょっと季節がね違うのでもうこの辺はさっと紹介するんですけど、まあ、毎年同じ品質で同じ機能なんですけど、カラーだけがどんどん変わっていくっていうことになってるので、まあ、また来年も買うとは思うんですけど、来年はもうなんか全色買ってみたみたいな感じにしてみようかなとも思ってたりはするので、まあ、こんなパンツがあるということで計7点紹介していたんですけども、まだね真冬のダウン系というかアウター系のやつがないので、まあ、それをちょっとそろそろ買ってレビューしようかなと思ってたりはするんですけども、まあ、もし仮に皆さんの中でこれちょっと紹介してほしいねんとかっていうのがあったりすれば、それ考慮させてもらって買うこともあるかもしれないんですけど、まあ、今考えてるのはダウンセーターっていう、まあ、インナーダウンみたいなのをちょっと買おうかなとかって思ってるし、でたまにフリースの R2 ってやつがあるんですよね。でそれを買ってくださいって言われることあるんですけど、いかんせん僕登山せえへんからそれを発揮する場所がないし、普段絶対着いひんやろなと思ってたりするので、まあもし仮にお声が多かったりしたら着るかもしれないんですけども、まあちょっと今のところは考えてないという感じにはなっておりますので、まあもし要望があればまた言ってくださいということになってて、まあこれでね大体の在庫がこんな感じであんねんなっていうのが分かりましたので、この辺で終わりたいなというふうに思います。まあ詳細はまた別動画下に貼ってますので、そこから見ていただければなというふうに思いますので、本日はですねパタゴニアのアイテムを全て紹介しめたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。